天水の桜姫続きから3年目春1日やっていくよ。出てたかなれよし。お、苗が育ち田植えの準備が整いました。大変です。え、カイマールが、カイマールが、カイマールがどうした。落ち着け見るで。カイマールがどうしたんだ。いきなりイベント。今朝までいたけんども、ちっと目離した隙にどっか行ってしまいした。どこに。田植え物のおじさんも心当たり探すっていなくなるし、一体どうすってや。カイマールで、俺たちは探せるところ少ないから、神様カイマルのことどうにか探してもらえんですか。うーカイマル、マジカイマル一人にしちゃうからじゃん。あ、武器は武器を取ってもらおうと思ったのに。カイマル探す、ちょ、田植えしてからでいい。で、僕は私、田植えをする方が良さそうじゃん。よし。ない、200。じゃ、まずね、まずね。食も必要だから、ドライだな。肥料まく。はい。よし。こっから肥料まけるんだね。さて、行こう。よし。ちょっとだけな。ちょっとだけ待っとけ。どうしたら早く。どうしたら見やすいか。200あるからな、今回。手に取る。あ、間違えた、金太に任せる。オッケー。おい、無事、無事ぞこれ。あ、くそー、無事。今までで一番下手かもしれん。え、ちょっと飛んだ、ちょっと変なとこ打った。ちょダメだ。くそ、動揺が、カイマル、カイマル動揺が、どこにしとこう。ちょっと、うんちじゃん、上方うんちじゃんこれ。ちょっと、全然思った通りのとこいかん。ちょっと、向きが、むずすぎる。おいし、全然思った通りのとこに行けねえ。無事、まっすぐ歩く術を覚えてほしい。米を育てることによりまた新しい技を思い出してほしい。思いつく、あ、なかなか。お、ナイスカメの達人を習得した。お、次8から16、前のないをつまくためになったぞ。みんな米技、農技を取得した。農技をやべ、このマスの中に入れていく。うまいぞ、とんかく。なのじゃ、くそ、むずい。くそまだ93もあるぞ。こんな近くに植えていいのかこれ。また粗食って言われるんじゃないの、わからんが。200回これやんなきゃいけないから、同じ作業。くっ、白髪見えちゃう。まあまあ蛇行運転始めた。しゃないや、もうこれアナログスティックで、十字キーでもむずい。これまっすぐ、まっすぐ降りてくれ。これはすごいの、すごいの。ういっ、これ右に寄りすぎじゃない。ちょっとない、200じゃこれ厳しくね。もうちょいスペース取らんと、これ左がさすがになるぞこれ。でも最初50で、次100で、今200だからだいぶ増えてるよ、ないの量が。やべ、すげえ近くに見えちゃった。見てほら、あと29しかない。やべえ、これやべえぞ、みんなこれ。ちょっとだいぶ広くと使ってきた。ほら、やばい、スカスカの、スカスカ畑になっちゃう。スカスカ米農家になっちゃう。ちょ、配分が、やばい、だいぶ空いてる。よし、十分じゃろ。オッケー、やや粗食、ほら粗食からちょっとなったからね。で、水を足首まで、かけ流しってことは抜いた状態とか、かけ流したからたまらんのか。言ってくれてありがとう。言ってくれなかったら一生かけ流しだったわ。足首まで調べるが邪魔。オッケー、水を足首程度まで、まあ、気持ち多めにしとこうかな。オッケー。それなりに水を張ったぞ。干上がるかもしれんし。あ、カイマル、今行くぞカイマル。これでカイマルを襲う。行くぞカイマル。どこじゃ。お、
こう。どうした？ダメだ。この峠からじゃ見えねえ。あんま遠く行かれると鬼が出るぞ。探した手になってるこれ。ねえ。なんとかなるんですかや、神様。なんとかするしかないが。どっちを探したものかな。この犬使ってみろ。お。後から追えるようにっておっさんが置いていったんだ。タイマルいなくなった。よし、ならば匂いを辿ってみるか。お、新たな地域、浮き梅雨棚、水窓の谷駅になった。なんて。次の仕事は迷子のカイマル総合探索度を高め、渓谷の奥地を発見する。なるほど、いろんなところの探索度を 100% にしていけと。田植えしてるだけでなんか見つかったことになった。えい、違う、やってる。えい、猫ちゃー、猫ちゃー、えい、はははは、えい、行くかの。もう夕暮れやけどな、これカイマルいなくなってもう夕方、夜になるけど、これ大丈夫、これちょっとどこ。浮き梅雨棚、水窓の谷、もう夜になるけどちょっと行くか。わからんな、なんかいろいろ条件増えてきたな、いろいろ。強さ11、夜だと敵の強さ28。落ち葉、なんだここ。そんなあるの、すげえすげえ、水の中渡っていける、すげえ。アクションがもうミャンミャン増える、ミャンミョン増える。こっから飛んでけってことか。下は何があるんだ。もうちょい夜になるからな、できるだけちょっとでも素材を集めて。あ、いけ、ダメだこれ。終わった。来たばっかだけどダメだった、やっぱり。とりあえずみんなでご飯食べるしかないな、これは。やべえじゃん、あれもいないじゃん。ニコじゃ。勇気を取る。いないけど。いただきます。あめしつくし汁、豚肉の白干し。いいね。あ、ないのか。会話ないわ、いないから。みんなが水が干上がってくるな。やべえ、田植えもんがいねえと水のあれがわからなくなる。やべえぞみんな、田植えもんいねえと水のあれがわかんなくなる。水のあれがわかんねえから、早めに田植えもんを呼び寄せんと。ここだ、ここを踏破しなきゃいけない。いやー夜な、敵が強くならなければいいけど、敵強くなるからね夜。うわー、終わった終わった終わった、なかったことになった、全部なかったことになった。マジこれ嘘でしょ、全部なかったことになった今の。嘘だろ、終わった、マジでマジで終わった、全部なかったことになったじゃん。敵の攻撃一撃76だって。俺の HP169 しかないの。76、おわおわだね。ここ踏破やばくね、ここ1回で踏破しなきゃいけないの。単純に長いやんねこれ。単純に長いから豆に家帰るといいことがある。ストーリー的なこと。さっきより時間食ってるな、しじみです。一撃76、普通に帰ればよかったね、さっきね。帰ればよかった。
空腹状態早えよ。うぅー危ねえ。料理所どこにあったっけな。料理所だけでも取って帰りたいよな。せめて命の粉は取った。わあ忘れてた。あそこにシャボンがあること忘れてた。あぶねえ。あぶね。かいまるです。かいまるとこです。どっかでブシャブシャってなってる。おお。たどりすでも来たもん。ありがとう。ん？待って。ああ。紫の猫。かいまるです。あと収集場所行って回収から帰るといいですよ。収集場所で回収帰る。家に帰る前にシジミの祠みたいな。シジミだっけ。オーケー。調味料の料理所ゲットした。加速エグ。重力さらに加速するぞ。あの黒いのに乗ると。あとは最寄りになったら帰る感じか。おれーい。じゃあのはい、まるです。さっきよりも時間食ってるからもうさっきより進めないよな。さっきより奥を見ることはできないよ。見なかったっけ。探索が雑になってる。おい清水来い。ヤマメを入手。ありがてえ。帰る前のお土産がいろいろできるぜ。これは倒さなきゃ進めないやつか。終わったなこれ。もう夜やろ。帰るか。お土産だ。でこれまた最初からなのきつくない。途中総合探索と37。水窓い、水窓い合ってるよね。ここ探索できるのいつになるんだこれ。かいまるいつ帰ってくんだこれ。もう2日目だぞ。いだからさっきのは行けなかったってことだよね。何か食べるますか。ちょっといっぱい上がるやつを星いもくっとくか。中強化とりあえず満腹度上げて。技増幅対価体感つけとくか。もっと満腹度が上がるもんねえか。自然回復だな。ねえや、満腹度プラス25が最大だ今の。勇気を取る。中間セーブ的なところがいただきます。あったらしいけどそこまでたどり着けなかった俺は。即座に行かなか。ミスることは許されん。ああミスった。いて。道中戦ってる暇はないぞ。戦わないと進めないところ以外は戦わずに奥まで行く。で満腹度がなくならなければいいねっていう。
初見でボスに勝たなければいけない、中ボス的なやつ。負けるだろうな負けるだろうな。やっぱり頑張って派遣できるなら派遣して物資確保していく。あ、そうだ、カイマルいなくなってから忘れてたけど、そうか、派遣できんのか、今探してんじゃないのか、カイマルを全員で探索っていうあれがなかったね、頭の中に。今みんなでカイマル探してんだろうなーって漠然とした。イエーイ、天狗の面ゲットしたけど天狗の面微妙だった。やっちまったぜ。ああ、え、おう、あー落ちちゃったのか。あ、いけるじゃん落ちてもいけるじゃん、ここ。おー、危ねえ、うん、背後攻撃なんちゃらみたいな。ゲットシェアしたぞ。落ちていいのか分からん、落ちていいとこと落ちちゃダメなところのあれが分からん。こんなところになんかあった。体力の白片を入手。へえ、なんかいろいろ手に入れるな。落ちる道中になんかいろいろあるな。よくこらえたぜ。うい、こちら虫、芝来てえけど虫。んで、まあまだ朝だからいけるっしょ全然。こっちさっき見てないよね、一回死んでから。なるほど、翡翠ゲット。上にあれがあるけど、帰ってくる道かな最後に。でも帰ることないか、普通に出るもんな、ワープで、うん、こっちが進めない道だったっけだね。おれい、おれい、あ、そう、うん、おら、ぶっ飛べー、間違えた。なに、だー、おれー、ぶつけるのが一番いい。なあ、なに、よし、行かせてくれ。自然中、ありがとう。うん、あ、ここか。超ギリギリだったのか。カッパ、え、なの、ナラチみたいなの、ナラチ。え、カイマルです。カイマルもおるやん。疲れが溜まっておるな。幸いこの辺りには水も食料もあるが、長くは持たん。危うくとも動くべきか。サクナ様を信じ待つべきか。カッパいるね。あの世もこのようなホラで皆と過ごしたな。主の父は山賊の頭であったが。頭なんだ。なんとも気持ちの良い男であった。山賊なのに戦の世を心から憎み、貧しいものからは決して奪わず。でも盗むのは盗むんですよね。カイマル、主はきっとあの世、貧しくないものから盗む。父が石丸に撃たれるを見てしまったのであろう。そうなの、石丸に父が撃たれたんだ。再び言葉を取り戻せるものか、それが死にはわからぬが。カイマル喋れたのか。守り通すぞ。
この命に変えても。来たぞ。あ、あんこもいる。見つけた。おお、見つけた。おお、即見つけたな。こんなところにおったのか、ボケ侍め。ボケ侍め。さくな様。よしよし、かいまるもおるな。まったく、こんな谷の方にまで来よって、ずいぶん探したぞ。二度目やぞ、ここ来るの。おい。ああ、しかし、まあその。パンツ、かいまるのパンツが見えてる。かいまるを見つけ、ここまで守ったのは、お主にしてはようやったな。出れた。わしの手間が省けたわい。褒めて使わす。この普通にいるカッパは何なのこれね。カッパについて誰も言及せず。強烈至極に存じまする。カッパは？予算か。ともかく、これで借りは返したからな。俺だけか見えてんのこのカッパもしかして。はて。ところで、あ、なんか変なのもおらんか。よかった、見えてた。鬼ではないようじゃが。なんか怖いよね。クワー、クワーって鳴くのカッパって。カッパですかな。人懐っこく害はない様子。カイマルはこれとともにここまで来てしまったようでござりまする。カッパにさらわれたってこと？あー、初めて見る神じゃな。生臭いのお主。生臭いのお主。クエ、あ、カイマルです。おお、起きたか。サクナ様がいらしたぞ。助かったのだ。ああ、うんうん、ああが迎えに来たぞ。ああ、とっとと帰ろう。ああ、ああってさくらのこと？歩き方、かいまる。お主はついてくるでないわ。ぬるぬるは嫌いじゃ。カッパも、お、迷子のかいまる管理をしてやっとだ。カッパ来たよ、ついて。なんかおっけえな。そう、かわいい。でも生臭いです。ミクサイベ。結局ついてきてしまったの。カッパには仲間がいる。谷の奥の湖で鬼に捕まってるから助けたいって語ってす。さっきの奥に捕まってるの。それで一人であんなところまで行ったのか。ここらから離れるのは危ないと何で言えば。いや、神様は頼み事ば嫌がるから悪いと思ったって。よくわからないユイは。幼子はよく見ておりますな。仲間ば助けてくれたら恩はちゃんと返すそうだ。ユイはなんだ、全部の人の声が聞けるのか。もしかしてカッパの声もわかってるね。ちょっと待てユイよ。カッパの言葉までわかるのか。ユイは言葉わかるの。わかんねえ。こんな気がしたタケスト。あ、なんかバレたみたいな顔した。なんだか釈然とすんのよ。おひいさま、いかがですかな。カッパはともかく、カイマルのためには動いてみても良いのではございませんか。そうじゃな。また目を離した隙に飛び出されてはかなわんからな。よし、湖に行ってみるか。増えてるね、いっぱい。島での総合探索と仕組め、水源を発見する。だいぶ探索とあるやろ。水はどうするって。ああ、そろそろ分血は止まる頃でしょうか。中干しと申しまして、これで水を一度抜いた方が良いと聞きます。 OK。水量もパーセントで見えんだ。草抜いてくれ。草を真ん中スカスカやな。もうないか。お、水量ゼロになった。へえ、湿度とかもすげえね。リアルタイムで上がってくんだ。細かいね、マジで。お、あったね、イベント。あぶねあぶね、出かけるところだった。カエル、カエルですか。カエマルどうするですか。はい、ミュー。この色は緑ゆうですか。
みーみおい。当たりました。なんだ、うん、なるほど。な、生き物をめでるのは良いが、さすがに炊事場では控えるか。あ、そうですね。行きましょうか、カイマル。はい。飯の中にカエルが入るぞ。それがしも見れてもカイマルに少し甘すぎる。キャッキャッ。カエル不思議ですね。タグヤモンもだいぶ甘やかされてるぞ、私に。おい、言うて。私の恩情一つ生かされてると思うほど分かっておけよ。いい、俺次第なんだぞ、お前の采配は、うん、夜しか取れないわ。あ、来たー、翡翠か。翡翠の大量、うわ、つえ。両手か、両方。突属性、打属性。翡翠の笑うち、打属性に変わっちゃうけど、攻撃力が12上がる。へえ、あ、装着武器の属性を術にする。翡翠か。さっきのとこに翡翠あったよね。え、どうしよう。雨に家に帰った方がいい。ああいうイベントがある。うん、金太が最初に出るといつも石とか鉄ばかり拾ってくんだ。語ってるオラも草ばかり取ってしまうんけども、へへ。見れた食べ物、カイマルは肥料が多いかな。食べ物のおじさんはまんべんなく取ってくるみてえだよ。神様、何か作りすかや。松の狩猟器。命が、あ、HP が 10% 上昇。命が全開の時、力がふんふん上昇。水属性の受けるダメージをマイナス 50%。水の中にいるとき、攻撃力と防御力が上昇。なんだそれ。敵が肉を落とす確率 1.1 倍。素材を落とす確率 1.3 倍。白生地の羽使っちゃったな。竹の狩猟着。これいいね。命上昇。松の狩猟着作ってもらうか。ちょうどあるし。分かった。できるまで一人にしてけらいん。もうできたでしょ。もうできたでしょ。松の狩猟着。いいね。おお、いいね。そう、変わったね。狩猟着は戦闘の時だけしか反映されないよね、これ。おい、なんかおるよ。お前、いつからいたんだ、おい。サケルビたちには世話になった。困ったことがあれば話してみるかい。はーい。じゃあ、行ってきまーす。せーい。行ってきまーす。せーい。ん？大泡の巣。大泡の巣は行ってないか、まだ。OK。金、まあ、いいか、食べ物に、均等に取ってきてもらおうか、いろいろなもの。ハテナが一つある。タケノコかな、あれ。見た目的に。いや、ここに行ってこい。それでは。くそ。これ全員派遣したいよな。大泡の巣。左翼の鬼師を倒す。敵討伐夜間。甲羅にこもるスッポン鬼をひっくり返す。どうやって。砲眼力効果で探索を行う。砲眼力、知らん。なんだそれは。やばすぎる。右、ちょ、待って、右何があるんだ。いた、当たった。どっちが進む道だ。どっちでも行けんのかな。翡翠1個取れたからいいか。翡翠、ここでも翡翠取れるのか。また翡翠のリセマラが始まるぞ。これリセマラが。閉所夜ん。これは帰る道だよね。いて、黒金シリーズから翡翠シリーズに。クラガエだ。打属性、属性が今んとこあれだけどね。恩恵を得た感じ。なんだ、亀いる。こいつか。
HP 回復ついてないか今。翡翠2。いて。いて。帰るべきかこれは。いたいた。あぶね。あぶね。ふう。いやーなかなかいけないな。敵多い、痛い、そして。足りないかまだ翡翠3つ取ってきたぞ。3つ翡翠やーい。なんか作るかや。豊漁のたたく叩き釘。朝がなくなっちゃってる。服作っちゃったからなくなっちゃってる朝。使うか。作るかこれ。5個使うけどまた集めればいいか。まず三角攻撃のダメージを上げとくか。はい任せろ。釘だって。鉄の鎌78から攻撃力120。おー殺傷能力高攻撃力3桁に乗ったね。ようやっと魚の油で。なんだこれ。七草汁と水。汁と水のみ。マジかよすぐなくなる。いつやの話の続きを始めますかな。今日なんかダメな外れの日じゃん今日。加工しちゃって薬分が残ってない。そういうことなの。わー待ってました。この度は本題に入ってくれよ。豊原様が足蜘蛛の姫としてこの島に迎えられた頃、我が主竹蛇様は都を構築された。は、何をやらかしたんじゃお父上は。仙台神月様との大喧嘩ですじゃ。都をひっくり返すような大騒動にございましたぞ。いえ。各地を転々とした竹蛇様がたどり着いた先はこの冷えの島であった。もうみんな食事終わった。よそ者を、覗こうとする足蜘蛛族じゃが、そこは最強の戦神である竹蛇様。そうそう止められるものではない。降りかかる火の粉を払いながら竹蛇様はどうやら足蜘蛛らが姫を守っていることに お気づきになられた。足蜘蛛の姫、一体どんな煙くじゃらな顔をしておるのやら。ここは一つ笑ってやろうと竹蛇様はこの峠に向かわれたのじゃ。あはいい性格してるべ。何やら乱暴じゃの我が父は。さて足蜘蛛を蹴散らしながらこの峠にたどり着いた竹蛇様。しかしこの家で豊原様のお姿を目に飛び込むなり困ってしまわれた。豊原様のお姿がそれだけ見目麗しいものであったのじゃ。そしてなんと豊原様の方もお二人はまるで時が止まったように互いに見つめ合っておられた。うひーわー素敵です。どっちも一目惚れた。一目惚れた。しかしお二人ともすぐには胸の内を晒せぬ様子。竹蛇様はここに座るための口実として誰の目にも無用な鬼退治を始められたのじゃ。それは不器用にも程があるぞ。ほほやましっちゃよ。この峠に不知の術が施されたのもちょうどその頃じゃったかの。不知の術。しばらくの間日々は穏やかに流れ、夏が終わり色が山が彩りを迎える頃、不知あれか、ここに峠があるってことを知らないと一生たどり着けないやつが。惑わしの幻惑の術。北の渓谷にそれは現れたのじゃ。はい、次はまた今度。結局またくっついておらんじゃないか。ごちそうさまでした。すぐ腹減るぞこれ。ちょっと試してみようね。てっきりなんかないからずっと出汁ばっか作ってたけど出汁ばっか作り続けてた。にゃ、猫だ。猫じゃんな。うん、猫だ。猫っ子だ。ほれ、お座り。ふんだ。なあ、かいまるよ。今のわしらは明日をも知れぬ暮らしをしてるの分かっておろ。とてもではないが、何の役にも立たぬ猫など飼う余地はないぞ。もういい。これはなんか食い荒らすネズミは減るかもしんねえじゃんな。ネズミか。この時では見たことないか。使い道があるのであれば致し方ない。まあ、人って前向きに考えることもんな。じゃな。わあ。あ、ふひ。
あ、猫、お主は運が良い。これからしっかりと働くのじゃぞ、土砂降り。ウィーン。よかったね、神様。何わしに言うんじゃ。いやー、若い猫が住み着いた。これで二人派遣出せるんじゃない。そんなことない。どうする、水は。そろそろ分血が止まる頃でしょうか。中干しと、まだ中干しか。とりあえず閉まってて、植物油もあるし、これなんか多分松茸っぽいから、ここに行ってもらおうか。そう、にゃんこじゃダメだった。派遣の数増えなかった。あ、大泡の巣。でも探索度増やしたいんだよね。浮き梅雨棚で翡翠を3個取るか。衝突で敵を倒すか分からんが、踏破する。120秒以内に踏破、無理では。最悪敵を甲羅にこもるスッポン。スッポンにどうやったらひっくり返せるんだろう。あれか、羽衣か。狭間の口、敵を相当する。これやるか。あと30体倒せば探索度が上がる。優しいな。心配で心配でしょうがないよ。トレイ、オッケー。お、採取地水の沢に生きるんだった。お、そりゃ安全なり、田んぼが開墾された。やったね。ここなんもないよね。させて、何これ。それでは水の沢一回やってもらおう。一回やってもらうと何が取れるか分からんか。浮き梅雨ならで翡翠を3個ゲットするか。スズメたくさんいるところで羽衣で技だったと思う。スズメがたくさんいるところで羽衣技で、マジ。それで最高高度に、一番高いところに到達するということかい。浅すぎるとあれだね。夜かと思うわ。暗い。画面が暗い。ここ前回探索が半端で終わったところだ。飛ぶのじゃ。オッケー。ではそろそろ帰る支度をします。さよならに。了解です。ういー、あそこ翡翠が取れるとこだったんじゃないのか。運が悪いから取れんかったけど。気をつけて。最高高度な。上に上に飛んでけってことですね。スズメを使って。やっちまった。ああいう感じで、危ない。おしまい？あれ待って、ここおしまい？あれれれ？あれだね、面のさ、マップがないからわからんよ。
面ごとにマップ書いてくんなきゃ分かんねえよ。下か、下から行くの。いやでもないよ。あー食事の回復効果が、いや回復効果なかったけど、もともとなかったんですけど、敵も特にないよね。お席まだ道あるか、こっち。あ、道あるのか、まだ。HP なくなってきたよ。やばっす。これもでも行き止まりか。言うてここで。向けてみよう。痛い。お疲れ様でーす。猫だ。いやいやいや、猫ではないのか。猫じゃないのか。ういー、この持ち方でもダメって言ってたよ。これ犬だったっけ。この持ち方ダメなの。肩が良くないみたいな。かわいい犬はね、ちゃんとあれだったのに、お尻の方も持ってたのに。猫はこれ猫つらいよ。でもつらいよな、この体勢ずっとは。ちゃんとお尻も持ってあげないと。お尻よ。で、分血はもういいのか。これ分血。俺に戻りましてございます。帰ってきた、帰ってきやがった。お、分血は終わったか。これ帰れ、消化出てまいりましたぞ。収穫楽しみですな。多くの水がいるようでございます。オッケー。ゆえ、それを。大量の水だ。よし、豪華だ。今日は豪華じゃ。そうじゃ、たまじいよ。鬼を倒すと告白というキラキラした石が飛び出るであろう。あれ一体何なんじゃ。告白とは、神器がソーセージを介して寄り集まり、化石となったものでございます。神器を宿す量によって形を変え、小さければ欠片、少し大きいものは勾玉、さらに大きければ玉となります。お、あの形はそういうことじゃったのか。また琥珀は神の力の結晶であるため、取り込めばお姫様のお力を増すことができましょう。マジ。御柱の都では通貨としても使われることがございます。金なのあれ。へえ、お金を肥料にしてんの俺。また琥珀と対をなすものとして紫根というものがあるそうですぞ。こちらも神器の塊であるものの結晶化しておらず、そのままでは形をなすことはありません。その代わり何か他のものに宿る性質がありますゆえ、どっかで手に入れたりならば装備品にでも宿しておくというでしょう。琥珀ね。おしまい。すげえ、豪華すぎてなくならん。すげえぞみんな。
あれだね、今更だけど、あれだね、カイマルもちゃんと箸使って食べてるね。ちゃんとお箸使って食べてるな、カイマル。器用に。疾風の草の木を習得した。素早く雑草が抜けるようになるぞ。まるで風を連れているかのように嘘でしかろ。肥料が負けます。肥料巻いとこう。ラスト肥料かな。そんな早くないし、もうちょいで収穫だ。夏ももうちょいで終わりだ。これダメもまたやっとかなあかんか。でももうないぞ。あれ落ち葉とか全部使ってしもった。なんや、流れてきたね。米食いたい。ん、ゆいだ。どうしただゆい。どうしたんだ。歯に何か落としたのかゆい。あ、なんじゃ。ん、なんじゃ。お、タニシか。このタニシか。おい、タニシが欲しいのか。タニシが、おい、ほれほれ、タニシか。もうちょいだね。稲作会議してねえや。とりあえずあの一口メモさえあれば俺はもういい。で立ち行きを占領してきますな。占領傍受の湖、敵の強さプラス12プラス。なんだこれ。清水だけ。清水を入手する。氷を入手する。これは時間経過のやつかな。また残業のやつかな。残業のやつっぽい。家に帰る前に取るやつか、これは。料理耐性。これがいけるようになるんですか、いずれ。何ですか、今のアングル。お、翡翠。ここでも翡翠があったのかい。覚えとかなければ。お、言わな。岩穴が清水。あーん、清水10個欲しいらしいよ。無限に飛べればな。これは帰りだな。覚えててみんな、帰りに清水滝に行くということ。傍受の水に行くか。敵がどんどん強くなる。もうちょっと米が採取できるからな。またステータスが上がるわ。え、何これ、大丈夫。今のが水晶か、なんかの。うっとべー。ほれい。あ、これか。これか、ひっくり返す。いて、死ぬずる、死ぬる、死ぬる、痛いのら。水晶2個壊した。今非戦闘時では今非戦闘時じゃないのですか。よし、危ない。来るなよ、誰も、誰も来るなよ。今自然回復ないと無理。これやられると強化されてんのか。やば、こいつら倒すことは任務にね、任務にねえことしてもいいことね。翡翠くれ、頼む。あー、鉄鉱石だ。翡翠全部くれ。おめえの翡翠全部くれ。おめえらの翡翠全部くれ。いて、
Okay. 落ちよ。あ。よし。全部壊してないようなもの。いて。3個、 OK。 もう一回ここに来たらもう完全に終わるね。まだ先にあるかもしれんか。こいつら全員が敵なのか。危ねえ。ユズナゾイを討伐したぞ。危ねえ。ギリギリで一撃がでかすぎる。マジで。あ、終わりか。オッケー、翡翠に行こう。翡翠もう取り足りてるのでは。これ技増えてる、もしかして。めちゃくちゃ増えてるんるんるん。知らんうちに増えてる。待ってよ。宝見返し強いけど、電光石火、目にも止まらない速さで片手武器を振りまくり、構い手を作り出す。連続技に組み込みやすいんじゃ。おお、暴れ駒、高速で回転し巻き込んだ敵を後方へ吹き飛ばす蹴り技じゃ。何の武器は使わんのかとな。そういうこともある。おお、ちょっとじゃあ、電光石火。おお、へえ。よし。なんか作るかや。作れ。翡翠の藁打ち。これ片手武器だもんね。あとは翡翠が8個か。任せろ。翡翠8個で今のやつを全部作れるんだと。おえー。いいぞ。鎌からブーン。おお。これ全部翡翠？やばくね？装着武器の属性を術にするにはどうすればいいんだ。敵撃破60。お、水性属性に住む敵のダメージが。オッケー。いいよ。装備した。あ、これか。体力上昇、力上昇、符号、敵に落とす琥珀が 10% 増加する。なんだそれ。力上昇、力上昇、これもつけたい。こっちのやつが消えたか。どうしよう、命徴収にするかじゃ。うん、力上昇、命上昇、いいぞ。ここにもつけれるか。体力上昇、いいぞ。いろいろつけれるぞ。よし、ナイス。ありがとう、ナイツも帰ってきて。ありがとう、イエーイ。いい子じゃ。
いつもお出迎えしてくれる。いい子じゃー。これもう朝にはもうなってるだろ、これ。ねえ。あ、雑草が。ごめん。あった。よし。OK か。完璧やろ、これ。もう見て、ほら。すごい、ほら。トライアングルよ、トライアングル。わからん。中毒が近い技。香り195、羽衣技。飛翔椎、土発点、飛炎。技を覚えれる。中干し。赤いのはいいってことこれ。良くないってことこれ。いもち病みたいな、なんか、なんだこれ。なんだこれ。よう分からんぞ。なんか赤文字怖。予想終了37。すげえ。200植えたからな、今回。そりゃね。あ、間違えた。あ、そうそう。あ、豪華だな。豪華だな。なんかいい感じのやつにしようと思ったら豪華だった。エナトビトにはいただきの世のヘーメル、僕らと同じですか。それからだな、ここでは見るものすべてが五教神道との教えとも異なるのだ。ホルモンスとももちろん違います。おそらく裁縫で信じられている教えとも違うのであろう。しかし解釈は違えども、いずれの教えもこのいただき世と通ずるところがあるようだ。この世を作ったのは途方もない大樹であり、人が救われるにはそれに到達すればならぬ。ホルモンスの教えによれば、桜や玉は神ではありません。む、あ、本人が神だと申しておるじゃないか。自分で言うだけ神じゃありません。見る手が見る手を神といえば神ですか。それはじゃな。あなた方すごい、見る手知ってます。でも神と違う思います。桜たちは多分エンゲルです。天使なのです。エンジェル。わしは神、神なんじゃ。神のはず、いや神なのか。お姫様、気を確かに。見る手を、どの教えでもソーセージは信じておると申したな。そのソーセージそのものである神月様が仰せなのじゃ。それでは神月は神でなく大天使なのでは。無礼な、くったくなく問えば何でも許されると思うでないぞ。ん、うむ、見る手、ここで言い争うても背のない話だ。なぜ話避けるんですか。見る手、わかりません。俺らもわかんねえんだ。筋通らねえって分かってからでも、分かっちまうからでねえかや。まあまあ、何を信じるにせよ、今見てるものはあるものとして受け入れていくほかなかろう。みんなが混乱しておるのだ。見る手も結論をせくでない。わかりました。ごちそうさんです。食べ物食うの遅いぞ。一口で食え、二口で、一口で食え。バコン。来た。もう一個も一口で食え。その汁も一口で飲め。水はいい。ほら、奥のやつだ、奥のやつ、奥のやつ。よし、行け。パチョン。よし、ごちそうさまでした。オッケー、オッケー。別に待つ必要もなかったけど、そろそろ出ますね。ダメです。今からお米だよ、ほら。お米を取るよ、今から。いいの、お米。さくらが強くなるよ。米の収穫を見ずにして寝るなぞ、ありえぬ。あれ、まだまだなんだ、マジ。嘘、結構やったけどまだっすか。あ、熟した。もう収穫だ。いつの間に収穫だ。できた、黄金の。いよいよ収穫ですぞ。なんでもない。田んぼから水を出すんだな。水を出すんだな。先に抜いてからやった方がいい。抜きながらでもいいよね、別に。待てる、待てらんねえな。よし、収穫。穂が熟してきたな。おい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 。タメモンには任せん、絶対に。たまに任せると品質が下がるからね、なぜか。刈るだけなのに、なぜか品質が下がるという謎では。おいおいおい、最終的にはだから、ここまでいったら一振りで回転でブリーンって全部刈るみたいな技に入るから。それとも範囲がどんどん広がっていくんだろう、刈り取れる範囲が。最初に食べたらだいぶ早かったと思うけど、水でも抜けた。よし。ふぅ、わしのものじゃ、わしのものじゃ。次は肩掛けじゃ。ういよーし、しっかり乾けよ。湿布の肩掛けを入手。
素早く傘掛けできるようになるぞ。一発で投げるのも今回難しいものよ。ういうい、確かに速くなった気がする。オッケー、片面全部いっぺんだった。お、すげえすげえ、今まで 2,3 個しかなかったのに片面いっぱいになったね。ほぼ全部使うようになったぞこれ、すげえ。うい、200植えたもんな。オッケー。お、今年もどうにか収穫まで終わったぞ。稲が乾いたら脱穀じゃが、コキ橋を用いるのも面倒よな。ちゃちゃっと進めようとするとうまくもみが外せるし、丁寧にやっとってはいつまでたっても終わらぬし、それがしはもともと不器用にございますゆえ、まず雑にもみを取ってしまい、一緒にちぎれた余分な葉や茎は後で取り除いております。なる、そんじゃそっちの方が楽なのか。何やそれを早うわしに教えんのじゃ。いや楽かと申されますと。こうにやり方でいいならもみをもっと早く落とす道具作ればいいんでねが。ほう、何か考えがあるか。そうだな、うまくいくかしんねえけども、やってみるなら素材集めてきれ。わしは楽にするためなら牢は惜しまぬぞ。本末転倒な気がするが、金太に渡す。良質な菓子、どこに金太。もう夜やんけ。湯気、さっき湯気取ってまたやって、ん、まあいっか。いただきます。今日も豪華や。入れてよ、お主のふるさとの話を聞かせてもらえるか。あ、私も聞きたいぞ。珍しい話は大好きじゃの、たまじ。え、ジーも楽しみですじゃ。あ、嬉しいです。メルテの故郷ベンタニア、ベンタニアは架空だよね。去年は乾き具合 80% ぐらいだったっけ、確か。港の国とも言います。土砂降りだったけど、雨土砂降りだったけど、なんか乾いてたらしいから取ったけどね。港に大きい船いっぱい、いろんな魚取れます。魚の酢漬け、超美味しい。まだです、脱穀するまで寝ちゃダメ。メルテは海の近く修道院で育ちました。港に来るいろんな本を読む大好きでした。それがメルテの優れた地の源であるのだな。メルテは読書家であったか、実は足もじゃな、都では随分と。おめえの話ばしてねんじゃね、水を差しちゃなりませんぞ。なんじゃと、ちょっとくらい言うんじゃないか。ベンタニアとヤナと違ういっぱいあります。ヤナと山と森多いですが、ベンタニア沼多いです。一番大きな建物を石で作ります。城や教会、ヤナトに負けない大きいです。巨大な石の城か、そこには将軍が住んでいるのか。ベンタニアの一番偉い貴族になります。ヘルトフ言えます。でもベンタニアもっと大きい国、エンパイアの一部です。エンパイアの一番偉い人、カイザーは違う国います。分かんなくなってきた。国が近いば訳しがたい言葉もあるということか。カイザーはヤナトの帝に似てるかもしれません。そういうことか。ではエンパイアとやらはヤナト自体のようなもので、ベンタニアの方はその両国と思えばよいのだな。ベンタニアの冬、川も湖も凍ります。その上滑る、楽しいですよ、みんな大好き。湖までこっち持ってか、こいつはマンズ偉い冬だね。や、うん、面白いぞ。よいよ、ベンタニアのものはどのように身を飾るのかも知りたくはないか。あ、知りたい。こいなのどうでもいいんだべ。お主のようなふつつか者には乙女心などわからぬということじゃ。なんすや。あはは、メンタニアの人の服は、ごちそうさまでした。カットされた。ごちそうさん、カットされてもうた。おい、あれが治療効果ないじゃん。おい、やべ、治療効果、やばい、あれだね、任せちゃダメだな。今日は涼しくて過ごしやすく、十分ホストだと思うぞ。いいえ、川木戸ってどこで見るんだ、川木戸。金太どこだ、金太相変わらずあそこにいんのか。忘れてた完全に。おい、お、これはなんだい、いいやつ、うん、名付けて千葉コキじゃ、うん、なんしておめえが名付けてんだ。それにどこに千も上がる、分かってなんの。こういうのは勢いが大事なんじゃ。勢いよく手柄を横取りするでね。それにしてもでかいしたぞ、金太。桜様、これがあればこれからこの千葉ゴキで脱穀いたしましょう。やった、千葉ゴキ完了。いただきます。星と水はちょっと濃くだろ。おい、いらんな、ならくないん。やんだ、安子だごだな。金太というの言葉はとても難しいです。気にやむことはないぞ。今のはわしらにもさっぱりわからん。桜たち見る手よりわかるです、もっと。
確かにそれがたちは自らは使わる田舎言葉もなんとなしに分かることがありますな。これでもみんなに合わせて語ってっからな。おいらと金太が二人の時の言葉は多分もっと分からないっちゃよ。そういえばでかいのお主はこやつらとは言葉が違うな。出自が違うのか。比較でありまするが、それがしは町の生まれで、金太たちは山の方にございまする。特にそれがしはいつ都に上がっても恥じるようにと言葉は父に厳しくしつけられました。へえ、いいところの家なんだね。お主誠に育ちだけは良いんじゃの。育ちだけは、まあおいらにとっちゃ言うは話しやすくてすかるべな。金太、おいらにも金太が一番だ。いや、ほいな、こっちみんな。なんだおい、おいそこ、わしの目の前でペタペタしおったらこの家から叩き出すからな。なかなかいけるの。ごちそうさまを待たずに朝まで休む。よし、良い天気じゃ。準備のさと思うぞ。もういけるやろ、そろそろ。ちょっとステータス上げたい。やろう、もうもういいやろ。はーい、よし、脱穀したい。早く OK。 千箱機を使う。千箱機とやらを使ってみよう。おい、お、すげえ、いっぺんにそれ。お、すげえ。おい、おい、おい、すげえ。全然資格なしで。お、おい、おい、おい、お、たまにあれがあるな。楽じゃのー。めっちゃ散らばっとるけどのめっちゃこの布から、布あれからつながっとる。まあでもこれぐらいないとやばいよね。収穫量だって37だもんね。新しい脱穀機だ。みんなプハープハ。飲み物だから、汁物だらけだから。いや楽でよいのー。サクサク、簡単、早かった。金太の分際で便利なものを考えよう。金太の分際で、あ、ほら稲の乾燥度 100% だって、うん、あれかも。 1,2,2 つぐらいまたいだら100いくかも。雨降ってなかったら。いけるいける、もみすり。はい、これも楽にしてよ。これも楽にしてよ。これも楽にしてよ。雨降ってなかったらあれでいけない。2日でいける。2日じゃないと思うけど。コントローラー壊れちゃう。こんなの上下した。アナログスティック壊れる。あ、セツラの記念物、何それ。何セツラのって何。さらに早くつけるんだろ。マジか。その速さの効果は。もう切り上げて良いのじゃないか。労働力だけ上がっていくめっちゃ。だいぶ早いと前より。俺の指があれだけど、俺の指が終わってるけど、俺の指が終わってるかな。桜どんどん強く。指が疲れてきた。八分突き。もうこれ好みって言ったけどさ、これ今見ないこと作ってんの。これ毎回白米作ってるけど、白米いいかなと思って白米作ってるけど、どんなこれ。他のやつやった方がいいこともあるの。十分じゃろ。よし。溢れる美しき輝き。でも成長効果高いって。成長効果ってのはステータスの成長効果だとしたら白米がいいよね。俺はとにかく、まあ、うまい米も食いたいけど。あっ、こんなものじゃ。今回はいい感じ。3年経ったぞ。おお、すげえ。格が11になったぞ。おお、お米入手数42、見込み37だったのに。うわ、49プラス。これで HP がやっと2倍か。3年で2倍。力プラス23、体力プラス37、新規22、運気13、食力108までか、プラス2。疲れた。田起こし 99%、 石の撤去数10、うん、時期早植え、エア粗食、日照り量 39%、 100% もあるの、日照り量。お、雑草による被害小、害虫による被害小、有効分血期、日照り量 44%、 雑草による被害大、害虫による被害小、日照り量0、雑草による被害大、害虫被害小、雑草中干しあり、出水浸水 83%、 大小。
収穫時期早いのか、今朝干し 100% 脱穀昼、おみすり夜、精米不合、白米状態。でも状態いいのでは、このピラミッドをねやっとけばいいでしょうね多分だけど。田んぼの数15。あー狩猟、ふう、あ多収米生産者、ほほほほ、ふう疲れた、もう夜じゃ、ふう体力変わったってことはいいってこと、お前寝てんじゃねえだろお前ら、お前ら俺に一人に仕事させといて、てめえらお前らの口に生米突っ込んどいてやるからな、死んでも文句言うなよ死んでも文句言うんじゃねえぞお前ら、マジで食え俺の米を。